ターズワン来ました。具合のいいルアーっすね。おはようございます、釣り子 TV です。これジャッカルのダウズワン、最新のですね巨大トップウォータープラグですけども、早速ね、これを実際に投げてきて、そんでね魚もかけることができたので、まずはこちらをご覧ください。おはようございます、釣り子 TV です。これなんとかね1個変えたんで、今日は投げ込んでみたいと思います。ダウズワン220チュールアーズね。じゃあ試してみます。もうアドレナリンが出ちゃって何も感じない。お前やべえやつ。あなたさんやばいよ。いや須田さんに言われたくねえと思う。須田さん前行きます。ご商売。テーブルターン系なんだな。はい。
ですね。癒しの早朝。おっしゃ来た。バレないように気をつけて。でかい網で。あ、ありがとうございます。ダウジョー道のり、ありがとうございます。綺麗な、ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。ダウズワン来ました。具合のいいルアーですね、ダウズワン飲み物説できるかやってみたいと思います。ちょこちょこね、テーブルターンさしてたらダーン。じゃあまずこいつは逃がしてあげて、こんな感じの釣り子オリジナルロットですね。にビッグシューターコンパクトで気持ちよくテーブルターンできております。じゃあ引き続き頑張ります。えい。はい、というわけでね、帰ってきたんですけども、これね、ダウズワン、なかなかね、結構面白いルアーだなっていうことで、まあ、基本的にはペンシルベイトみたいに使うんですけども、まあ、流行りのですね、こう水平浮きで、こう、息の長い、なんていうか、スケーティングアクションとは、対照的なですね、こうその場でネチ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 とした誘いが非常にやりやすい、そんな感じのね、ルアーだなっていうのをね、一日投げ込んでみて感じました。このね、リップみたいなパーツとかですね、まあいろいろなこのジョイント部分とかいろんな要素が絡み合ってだと思うんですけども、なんというかですね、少しだけ波立っているような状況で深いところから魚をこう引っ張り上げてくる、そんな時にね効くんじゃないかななんていうね、印象を感じました。例えば息の長いこうスイースイーってね、こうねスケーティングするようなルアーだと結構ね広範囲の、まあ、どこに魚がいるかわからないなんていう時とかに、広範囲を探りやすいのかなっていうのとはね、違って、まあこの城の上乗ったな、ここでもうあとは魚を誘い出すだけだぞっていう時にクチュッちょっとこれちょっとねスプラッシュもするんですよね、そんな感じでですね、ネチ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 とですね、その場でこうテーブルターンをさしていると、たまらずね、そんなに気配がない瞬間とかでもね、あ、いたんだって感じでね、そのこの城の、下からですね、スズキを誘い出してくることがしやすいルアーだななんていう風に、感じましたね。投げてみるとですね、まあ、このテールまで入れて220っていう感じのサイズ感なので、そこまでですね超巨大っていう感じでもなくてですね、まあまあまあそれなりに大きいは大きいんですけども、非常にですね、まあ、この城とかでトップウォーターで、釣ってみたいななんていう時に、使いやすいルアーなんじゃないかなっていうね、まあ多少タックルは選びますけども、まあ結構使いやすい、なんかネチネチアクションで誘いやすいルアーだなっていうのを、まずは感じました。で、説明書の方にも書いてあったんですけども、結構ね大型のフックがねこう装備されているんで、一発出てくれたらそれをうまいことね絡め取ったなっていうのをね、すごい感じました。あ、今のは乗らなかったかななんていう魚が、気がついたらねしっかり乗っていたっていう感じでね、まだまだねどんどん使っていってみてっていう感じなんですけども、まずはね1匹目釣れたのでちょっと動画にまとめてみました。こちら、ジャッカルのダウズワンですね。まあこの城パターンですね、早めから始まってはいたんですけども、こっからがね本格的なシーズンインなんで、手に入れた方はですぜひですね、こうなんていうかネチネチ誘いたいななんていう時にね、ほんとうってつけの感じのアクションだななんて感じましたので、そんな感じで使ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルから新しく登場したですね、こちらダウズワン、これでね、いいシーバスが釣れてるって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。